人気グループ、嵐の二宮和也が、映画賞、2015年第89回キネマ旬報ゲスト10で、主演男優賞を受賞し、13日都内で行われた表彰式に出席、母と暮らせば、での演技が評価され、自分がこの作品に出る役割は、僕のことを日頃応援してくださる若い方々に戦争というものを改めて学んでいただくきっかけになればいいなという責務があったと作品に込めた思いを明かした。主演男優賞受賞という結果にちょっとでもかなったのではないかなというのと、それと同時に素晴らしい賞をいただけたんだと思っていますと歓喜。嵐のメンバーの反応は、おめでとう、行ってらっしゃいと言ってくれたけれど、みんなクールで、私が一番喜んでいたと笑顔を見せていた。